どうも山上です。さあ久しぶりにメインに戻ってきました。つくものいる事務所にご帰宅です。はい、海藤さんとフミヤは飲み行ってるんだっけ。山上氏、ようやくご帰還で。お待たせ。海藤さんが寂しそうでしたぞ。大丈夫、杉浦連れて飲み行ってんだろ。さようで。時に八神氏は何やら源田事務所から依頼があったようですな。そちらはどうなっているのです。ああ、まだ説明してなかったよな。ああ、かくかく、しかじかなんだわ。なるほど。痴漢で捕まった警察官が実は殺人にも関わってたと。うん、なかなか興味深いですね。ああ、でその発端は4年前に清涼高校で起きた生徒の自殺。殺しの動機はそれへの復讐だった可能性が高い。そうだ、つくも、その生徒の自殺の件ってネットに出てないか。それならすでに調べたことがあります。理事長の依頼を受けた時、あの高校の情報は一通り集めました。さすがですぞ。確か3年生の男子が自宅で首を吊ったんでしたな。亡くなった生徒は江原敏郎とありますね。うん、それだ。写真出てるんだ。ネットで少しだけ騒がれましたが、あまりニュースにはならなかったんですよ。遺書もなく、自殺の理由がはっきりしなかったせいでしょう。第三者委員会の調査でもいじめの証拠は出なかったんです。やっぱりこの子が江原敏郎か。先生の写真立てに入ってたね。間違いないな、沢先生のデスクにあった写真と同じだ。簡単にネットに写真が出ちゃう時代だな。その後、父親が学校でいじめがあったのではないかと清涼高校に訴えを起こしました。しかし根拠に乏しく、ほとんどクレーマー扱いだったようですな。裁判は長引き、判決が出たのは今年に入ってですね。そちらはもうネットでもほとんど記事になってません。そうなんだ。ま、僕が集めた情報はこんなところです。ん？あれれれ？あれれれ？何の音だ。僕の開発した試験中のシステムです。先ほど不具合を直したつもりだったのですが。システムって何の？犯罪の発生を予言するシステムです。なんだ。なんだって？予言？人知を超えてくるな。それはちょっと大げさな表現ですが、それに近しいことはできますぞ。正確に表現しますと、街で現在発生中のトラブルを検出することができるのです。それでも十分すごいと思うが。な、使っている技術は大したことありません。既存の技術の組み合わせですからね。八神氏には以前つぶやき検索という僕が開発したツールを使っていただきましたよね。はい。ああ、そんなのあったな。ああ、確か言ったとかいう SNS をハッキングしてたっけ。ええ、あれをベースにパワーアップしたのが今回のシステムです。あれとは似て非なるシステムなのですが、ま、何はともあれ実際に見ていただきましょう。うん、全然わかんないけどありがとう。画面に表示されている小さなウィンドウがユッターのつぶやきを抽出したものです。つぶやきの背後に表示されてるのは偉人町のマップだよな。ええ、偉人町のどこでそのつぶやきが行われたのかをマッピングしてあるのです。このようにリアルタイムに更新される SNS の情報、いわゆるビッグデータを AI が収集。トラブルに関連しそうなつぶやきを抽出し、マップ上に一覧したのがこの画面ですな。トラブルに関連しそうなものだけを。すげえな、そんなことができるんだ。今はまだ AI が賢くないので、意味のなさそうなワードまでピックアップされてしまうのですがね。だけどつくも、これ何に使うんだ。探偵の営業活動に使えればと思っております。営業？僕たちは偉人町でまだまだ無名。これから評判を高め、依頼を増やしていく必要があります。まあそうだな。依頼の掲示板だ。そこでこのバズリサーチャーの出番というわけです。バズリサーチャー、海藤さん言ってた な。 SNS で話題になっているワード、いわゆるバズってるワードの元にはトラブルが眠っている可能性があります。ですので、システムで検出されたワードの地点に急行し、トラブル解決に貢献することができれば、結果として街での我々の評判も上がっていくというわけです。なるほど。
そうやってこっちから売り込むわけか。しっかりしてるな。ほとんどの案件は無償奉仕になるとは思いますが、そこは先行投資と割り切る、うん、こういった地道な活動の積み重ねによってこそ我々の評判は上がり、仕事は増えていくはずなのです。まあそう思惑通りにいくかどうかは試してみないと分かりませんがね。なあつくも、これ面白そうだから俺も使っていいか。手柄横取りだ。もちろんですとも。まだまだ未完成ですので、試験運用したかったのです。矢上氏にはぜひ実際に使っていただいて、いろいろと改善していければと思っておりました。なんだよ、俺を実験台にすることも織り込み済みか。バレちゃいましたか。では早速矢上氏のスマホでも使えるよう、僕が開発したアプリをインストールしておきましょう。ああ頼むよ。助かるわつくも。そうか、営業活動しっかりしてるよこの事務所。見習ってターボ。どうぞ。ありがとう。どれどれ、これあれかな、サブストウォッチャーって感じか。なんかごちゃごちゃしててよくわからないな。ワード絞り込み、どこに行けばいいんだ。ちょっとノイズとなる情報が多いですね。まさに無秩序、エントロピーが増大しまくりですぞ。横文字はいいから。ではワードを絞り込んでみましょうか。絞り込む。ええ、ワードを絞り込むことで余計な情報が減り、トラブルの発生地点を特定しやすくなるのです。はい。どうやって絞り込むんだ。その AI っていうのがやってくれんの。いえ、さすがにそこまでは。AI がこれというワードをいくつかピックアップはしてくれるのですがね、ハズレも多いのです。ほらこのように。うん、なるほど。いろいろワードがあるな。さて問題はここからです。クモ男が気になりすぎるだろう。正解を絞り込む上で頼りになるのは経験や直感、あるいはひらめき。要するに最後は人間の勘ってことね。シンギュラリティでも起こらぬ限り、勘こそ人類が AI に勝る最後の武器となるでしょう。では早速探偵としての豊富な経験をお持ちの矢上氏に実際に選んでいただきますか。わかった。事件の匂いがするつぶやきを選べばいいんだな。これなんかどうだ。ちょっと事件の匂いがする。雲男。おお、なるほど。ではこのワードで絞り込んでみましょう。絞り込めたようですな。気の臭いワードがこの通りに集中していますね。実際にここでどんなトラブルが発生しているのかは自分自身の目で確認してもらう必要があります。探し出すのには血と苦労するかもしれませんが、そこはまあ宝探しだと思っていただければ。宝探しね。そう考えるとちょっとワクワクしてきたな。でしょ。街を歩き回り、よく周囲を観察し、目的のお宝を見つけ出す。そこにどんな謎やトラブルが待っているのか、胸が高鳴りますな。おお、バズリサーチャーについて。世界中で使用されているつぶやき SNS ユッターの情報を利用し、つぶやきの発生場所を特定したり、まあトラブルを見つけることができるバズリサーチャーね。はいはい、カムロ町横浜で、集中的につぶやかれてる事件はバズとして通知してくれます。まあ使っていけばわかるかな。はい、トラブルを発見。このトラブルってのはきっとあれなんでしょう、香ばしいわね、サブストなんでしょう。そう信じてるけど、つくもし、ワードはバズリサーチャーで絞り込むものだけではなく、どこかで必要になる場を盛り上げる会話での話題として必要するものもあります。なるへそ。よし、そうと分かったら早速探しに行ってみるか。あ、矢上氏少々お待ちよ。トラブル探しに役立つガジェットがありますので、お使いくだされ。お、かっこいいのもらって。何これ。これ高性能な集音機です。人間の耳では察知しづらい中距離の小さな音を拾うことができるのです。へえ、集音機。このガジェットを使い、町の人の困った声や不審な音に耳を傾ける。そのことでトラブルを見つけ出す、いわば聴覚を拡張するためのガジェットなのです。サンキュー、有効活用させてもらうよ。あ、集音機もらって街中で使ってたらもう職質待ったなしだな。他にも探偵ガジェットはあるのですが、便利になるよう改造中ですので、そちらについてはおいおい。そうか、
楽しみにしてる。ありがとう。あは、集音機、ガジェットってのがあんだね。探偵の耳、集音機。小さな SOS も聞き漏らさないよ、この正義の探偵はってことね。使用すると。使ってみたいな。ガジェットを向けた先の音を増幅させて聞くことができる音の発生源を可視化できます。何者じゃ？お主何者じゃ？チェアにあぐらかいて座るタイプなんだね。もう姿勢が悪い。もう本当に腰が心配。ありがとう。あ、持つべきものはつくもだな。聞いてるか、カイトさん。飲んでる場合じゃない。どこで飲んでんだろう。店特定してやりたいな。雲男ってのが怪しくないですか。情報収集スポット、なるほど。だから溜まり場に行っていろいろ集音して見つけろってこと。トラブルを。ガジェット、ガジェット、はあ、ドローン、ドローンも今使えるんだ。集音。あー、すごい構えてんの今。なんか聞けんのかな。あんま意味ないか。どういう時に使えばいいんだろうな。集音機待ち構えながら行くか。かっこいい。ガジェット、ガジェットだって。そういう言葉男の子好きそうね。もういいわ、ありがとう。じゃあ雲男か。雲男をまず探してみればいい。ここね。言った、壁に張り付いてって雲男じゃん。確か雲男っていう、ほくろかと思ったら雲だった。大丈夫かお前。都市伝説的な感じか。雲男、ビルの壁を登りスリルを楽しむ男か。何者だ。早速現地に向かおう。なんか嫌な予感するな。雲男、壁にへばりつける変態を俺は前作で出会っているんだけれども、行くしかないな雲男。つくものおかげでまた世界が広がるな。海藤さんと杉浦が二人で飲み行ってるんでしょう。どんな会話するんだろう。あの二人の共通の話題ってやっぱ俺じゃない。俺のこと話してそうじゃない。うわ、気になる。なんだかんだ付き合い。ふみやくんかわいいね。はい、ここら辺に雲男がいると聞いています。ここら辺ですか。このビル集音する。なんかガジェット使いたいんだけど、早く使いこなしたいんだけれども。雲男のうめき声が聞こえるって噂があったのはこの辺のはずだ。つまり上の方から聞こえるうめき声が分かればいいってわけか。つくもからもらったガジェットが使えそうだな。ここですね。わかりましたよ。集音、集音、中止。あ、なんか、可視化されてる。ここ、ここに当てると、もう限界だ。力が入らない。調べる。落ちる。落ちる？え？落ちる？なんだ？上の方からだな。人影は見えないけど、あれは？あ、うわー。あ、シンプルに泥棒さんなのでは？え？あれは人か？落ちる。もう無理。まずい。すぐに助けに向かわないと。はあ、サイドケース来ました。落ちそうな男。助けてやろう。飛び降りてこい。下で受け止めてやる。さすがに無理か。なるほどね。集音機向けて調べるところが出るわけか。グリップでね。もうちょっと待てる？ゆっくり行くからさ。あ、もう見えないか。写真撮ってあげたいな。よし、よし。はい、登って。はい、どんどん登って。俺こそ雲男。はい、ここ登って。はい、順調、順調。はい、はい。あ、グリップがもう限界かも。大丈夫？ここ、あ、折れてんだ。ここは？ここを、ぴょんつって、ここも、はい、室外機避けながら、ぴょん、あ、そっち行っちゃ危ない。ここで、ここでぴょんつって、はい、ぴょんつって、はい、ぴょんつって、はい、ぴょんつって。大丈夫？やばいかもね、落ちるかもね。いける。あー、ギリギリかも。こっちだ、こっちだ、こっちだ、登って、登って。いける、いけた、オッケー、ギリギリ、オッケー。落ちる。大丈夫ですか？王子様すぎない？登場が。大丈夫ですか？急いで来ましたよ。黒服の男。あなたは、なんでここに？いえ、下であなたを見つけたから、助けに来たんです。助かった。つい手を滑らせちゃって、ありがとうございます。ここはマンション？住人さんか？盗っ人面だけどな。違うな。女性が住んでる。若い女性が住んでいる。名探偵。下着泥棒だな。もう、何の騒ぎ？こんにちは。ちょっと待って、立ち方ターボー。
そんな堂々とできるの？弁護士バッジ持ってるとそんな堂々と生きれるもの？かっこいい。キャー、ちょっと何？お願いします。あ、住人の方ですね。ちょっと助けを呼んでもらっていいですかね？まさか雲男って二人組？落ちる。引きの絵めちゃくちゃ面白い。あの危ないのでとりあえず中に。はあ、助け呼んでもらえた？ああ、ふう、危ないところでしたが部屋に避難させてもらって助かりました。何なんですか、二人してあんな高い壁の外にいるなんて。矢上天帝も登ったはいいもののどうしようもなかったね。助かりましたよ。俺は探偵の矢上隆行というものです。探偵さん？はい。ええ、ここをその通りがかったらこの人が落ちそうになってるところを見つけまして。はあ。はあ、ご迷惑をおかけしました。私は玉井品太郎と言います。品太郎、いい名前だ。ん？御徒町ゆとりです。な、みんなもう複雑な名前。御徒町かっこいいな。ゆとりちゃんね、ゆとりちゃん。玉井さん、それにしてもなんでまたあんなことに？え？ああ、それはですね、後ろめたいことがあるんだろう、品太郎。屋上でバードウォッチングをしてたら怒っちゃったんです。見てたのは本当に鳥か？バードウォッチング？ああ、その珍しい鳥がいるって話を聞いたので。珍しい鳥というと何を？なんだ、そのツバメ？ツバメ？ああ、ははさては、ツバメは珍しくないだろうと。それがですね、突然変異の白い個体らしいんです。 SNS でそんなつぶやきを見てすっ飛んできちゃったわけですね。これがクモ男がバードウォッチングを？なんか引っかかるね。この時期ツバメはいないのでは。確かに日本にいるの大体5月6月とかじゃない？初夏じゃない？ああ、このマンションの住人ではあるのか？身分証を見せてみ。あなたこのマンションの住人ですか？違いますよね。さっき SNS でつぶやきを見てすっ飛んできたって言ってましたし。ああ、はあ、はあ、さすが探偵さん、鋭いな。このマンションオートロックみたいですけど、どうやって入ったんです？それに屋上への扉は普通鍵が閉まってるものです。屋上に入れたんですか？それはですね、追い詰めてる。いいぞ、探偵さんと同じですよ。マンションの壁面をよじ登ったんです。ん？よじ登った？バードウォッチングのために？鳥が好きなもので。街で最近噂のクモ男、あなただったんですか？ああ、噂になってるみたいですね。高いところでバードウォッチングしたいんですが、都会のビルはどこも部外者は入れなくて。ナイス後頭部。最近外壁をよく登ってましたから。噂のクモ男の正体はバードウォッチングをしている鳥好きの男だった。なんか腑に落ちないし、いろいろ怪しいな。あ、全部聞けるっぽい。じゃあ一個、ツバメいなくない？おかしいですね。ツバメは渡り鳥です。この時期は越冬のため海外にいるのでは？越冬ツバメ。そのツバメの基礎情報を知らないのは鳥好きとしてどうなんだろう。ネットでの情報ですが、一応越冬ツバメという日本で越冬する個体もいるようですが、主に西の地方でのことのようです。関東ではかなり稀なんじゃないですか？そうなんです。珍しいから見たくなってしまいまして。はあ、はあ、そうですか。逆に彼に助け舟を渡してしまったか。はあ、なんで助け求めなかったんですか？あんな高い場所で立ち往生してたのに、なんで大声でマンションの人とかに助けを求めなかったんですか？ああ、その手があったか。そこまで考えてなかったな。なんか怪しいな。いろいろと怪しいが、証拠があるわけじゃないね。証拠がないなら今は引き下がるしかないか。こういう時は観察か。観察？玉井をよく見ればいいんだな。もうローラー作戦で行くぞ。手、ズボン、靴。
今調査してんの、絡んでこないでくれる？どこから来てる敵は。あーもうチンピラが来てる。もう本当に今探偵のお仕事中なの。玉井が怪しいの。シナ太郎、後ろとか、後ろ、後ろから見る、後頭部怪しい。おーだと思ったわ。お前なんだこれ、このレースのパンティーだろう、パンティーなんだろう。ん、なんだこれ、形から言って女性の下着かってことは、おい、だと思ったよ。初対面から決めてました。あなたは下着泥棒です。ちょっといいですかね。え？探偵さん、まだ何か？その尻ポケットに入ってるもの、何ですか？え？ああ、これは。これは。どう見てもパンティーですね。これよ、これが見たくてこっちはジャッジアイズやってんだわ。いいぞ、いいパンティーだ。パンティー持ってる。ああ、それ、おかちまちさんのでしたか。かわいいパンティーだ。まさか、おかちまちさんの？最近、大事な下着がなくなると思ったんです。大事なものはもう部屋干しにしなさい。なるほど。なるほど。下着泥棒をしていたら落っこちてしまったというわけか。とりあえず警察を呼ぶぞ。てめえ図に乗りやがって。俺はな、二代目パンティ教授になる男だ。こんなところで捕まってたまるかってんだよ。パンティ教授いたな、変態三重士みたいなやついたな。パンティ教授、そんな男に憧れるのはやめましょうよ。仕方ない、こうなったら力ずくもやむなしだな。うわあ、変態がいるな。横浜には行くぞ。行くぞこの野郎。ほら、女性を泣かせる男は許さない。よいしょ、はい、よいしょ、いいね、いいよ、行ってやろうぜ、どんどん行ってやろうぜ。この野郎が来いよ、来てみろよ、シナ太郎。どうしたシナ太郎、もう終わりか。シナ太郎、オッケー。パンティ教授、あとなんだっけ、いろいろいたな。う、くそ、俺は二代目パンティ教授になる男なのに。パンティ教授のことは知ってる。依頼があって捕まえたもんでな。何？お前が彼を？わあ、いたいた。あの変態は俺が追い詰めた時も窃盗をごまかすことなく実に堂々としていた。この素晴らしい匂いを一緒に楽しもうとパンティを持って迫ってきたぐらいだ。なんという弾力。はっきり言ってお前はパンティ教授には遠く及ばない。二代目になるなんて無理無理。くぅくぅ、パンティ教授になれないって一周回って褒め言葉じゃない。ほら行くぞ。うん、もうよすんだぞ、パンティ泥棒なんて。あのありがとうございます、下着泥棒を捕まえてくれて。いえいえいえ、お力になれてよかったです。八神さんは探偵さんなんでしたっけ。はい、ええ、普段はカムロ町で仕事をしているんですが、最近は偉人町でも仕事を引き受けていましてね。今は横浜99課という探偵事務所で世話になっています。何か困ったことがあったら気軽に相談に行ってみてください。ナイス営業活動、おかちまちちゃんから依頼が来ることがありそうだな。売り込み活動も兼ねて人助けをしてるんですね、察しがいいな。わかりました、今度困ってる知人がいたらその探偵事務所を紹介してみます。お願いします。ええ、よろしくお願いします。ひとまず一件落着だな。それにしてもまさか下着泥棒だったとは。落ちそうな男終わりました。だいたい壁登ってるやつは下着泥棒なんよ、この世界な。いいぞいいぞ、街に出て事件を解決した、サブストが始まった感じじゃない。あ、自分で探すんだわ、これそうだな。バズリサーチャーオン。忙しいぞ。うん、カフェおすすめ、カフェおすすめ、おすすめのカフェ、絞り込み、あー今は絞り込めるワードないって感じ。カフェ情報ぐらいしか入らないか、貯金がなかなかうまくいかない。わかるわかる、はい、じゃあ99課にまた戻ればいいっぽいか。つくもすごいわ、お前、もうあんたが大将、
あんたに一生ついていくぜ。俺は楽しくて仕方がないよ。他のガジェットビームが出る、もう光線銃とかもらえない？それを浴びたらな、もうみんな八神先生にメロメロみたいな。ただいま、つくも氏。結果はどうでしたか、八神氏。ああ、無事解決できたよ。事務所の売り込みもしておいたぞ。バッチリさ。システムを有効活用できたようでよかったです。そういえば一つ補足説明なのですが、トラブル検出のためのワードは自分で入力することもできます。自分で？ええ。例えば町の住人の雑談で取り上げられる噂、あるいはふと耳にした気になるワード、そういったネットには転がっていない生のワードをシステムに入力することでデータベースがアップデートされていきます。すると新しい情報を学習した AI が新たなトラブルを検出してくれるようになるのです。なるほど。町で聞きかじった気になるワードを入力すればいいんだな。ええ、ぜひとも有効活用してくだされ。はい。プロフェッサーとか入れてなんか情報出てこないのかな。はい。街での人々の会話、ユッターでのつぶやき、いろいろワードを自分で集めないとサブストは発生しないわけか。くう、寄り道が止まらないよ。うん、ワード絞り込みで事件が発生。わかりました。流れはわかりましたよ、先生。たまり場ね、行きゃいいんでしょ。たまり場では調査に必要な情報を得られたり、町やユッターで話題となっているキーワードを入手できますと。了解。それともう一つ、事務所の掲示板に依頼が張り出されています。仕事が増えた。仕事があるのはいいことか。張り出されているのは我々では地と持て余すような厄介な依頼ばかりなのですが、もし気が向きましたら引き受けていただけますか。探偵の依頼か。わかった、後で見ておくよ。厄介な仕事ばっかり押し付けてきてないか、つくも大丈夫か。はい。探偵の本業、サイドケース。来ました、サイドケースが。世界で一番好きです。探偵事務所に舞い込む様々な依頼をサイドケースと呼びます。うん。まあ、お仕事サイドケースは掲示板にアクセスしましょうと。了解しました。わかってますよと。うん。そろそろいい時間だな。夜になっちゃいましたか。沢先生と伊勢崎ロードの店で会う約束だ。忘れてた。沢先生とおデートだ。はい、プラージュへ向かう。メインストーリー進めちゃう？掲示板見ちゃう？お仕事あんのかな？仕事の依頼は来てるかな？来てんじゃん、禁断の味。夜の横浜に突如現れる幻のラーメン屋台をご存知でしょうか？知らない。横浜来たばっかだから知らない。まあ、端的にまとめると、その屋台を見つけてくれってこと？幻のラーメン屋台、探索。いいですね。引き受けましょう。もうちょっとだけ待ってくれるか、沢先生。よし、今日はここで終わりにしましょうか。いろいろガジェットとかもらってお仕事も舞い込んできて。俺はそうだよな、学校に入り浸ってるだけじゃいけねえ男なんだわ。夜の横浜に羽ばたいて、サイドケース、サイドミッション、進めて参りましょう。はい、ご視聴ありがとうございました。夜はさすがにユースドラマは進行しないんだろ？みんな子供だもんな。